皆様こんにちは。ヨガで世界をハッピーにの愛です。今回は10分で全身痩せストレッチを行っていきます。薄い筋肉と書いて白筋という、足の付け根からお膝の内側までまっすぐついている内太ももの筋肉と大きな筋肉、内転筋群をしっかり伸ばしていくので、10分で足のラインもすっきり整います。それでは気楽に楽しみながら行いましょう。 Let's get started。なお、このストレッチは朝行うと代謝アップに効果があり、夜行うと安眠に導いてくれます。まずはね、両方の座骨を床につけて座って、左右に側屈していきます。ベッドの上でもヨガマットを敷いてやってもどっちでもいいんだけど、両方のお尻が浮かないようにだけ注意してください。まずはね、側屈して、肋骨の骨と骨の間を広げて、呼吸をしやすくします。鼻から深く吸って、口から吐く息と同時に体を横に倒していきます。できれば指先までしっかり伸ばしましょう。次は左足を伸ばして右足を曲げます。で、伸ばした足の方に側屈していきます。できればね、指先を見ながら遠くに、なるべく遠くに指先を伸ばします。と同時に左足のつま先までなるべく意識してポイントして、お膝の裏側もしっかり伸ばしていきます。あんまりね、普段意識しないかもしれないんだけど、この膝の裏側、内側をしっかり伸ばすことは、強くしなやかな足の筋肉作りにとても大切なことです。吸って左に伸び伸びと倒れます。次は曲げている足の方に側屈していきます。この時、背中の後ろの肩甲骨がしっかり動いていることにも意識を向けてみてください。上半身とね、下半身をこのように大きく動かすことで代謝アップ、姿勢改善が見込めます。呼吸も止めないで、鼻から吸ったり吐いたりしながら、指先を見つめて、ここで一度骨盤が立っていることを確認してから伸ばしている足の方向に前屈していきます。右足を曲げた長座前屈になります。つま先もポイントして、上体を起こすときに背筋を引っ張ります。頭の先まで引っ張って吐きながら前屈。ストレッチはね、痛気持ちいい程度にするのが一番効果的と言われています。痛すぎても筋を痛めてしまったりするし、緩すぎても柔軟性アップは見込めません。ここから少しバレエの手の動きを入れていきます。スワンレイクの手の動きです。最初はね、ちょっと慣れないと思うので、画面をチラチラ見ながら行ってみてください。手の甲と甲を頭上で合わせて、前屈。上体を起こしたら斜め後ろ方向に引っ張ります。手の甲と甲を合わせて、前屈。上体を起こして、胸を開いて。胸を開くときに小胸筋、大胸筋が伸びます。気持ちよく後ろに腕を引っ張って、二の腕痩せにも効果があります。で、最後は上体を伸ばしている足に預けます。息を吐いて、ストレス、悩みもここで吐き切ります。でね、ここで軽くツイストを入れます。ツイストのポーズは、背骨の柔軟性アップ、便秘解消に効果があります。女性には嬉しいお腹と背中のむくみ解消にもつながります。鼻から吸って、鼻から吐きながらもう一つ深くツイスト。今は難しいことを考えずにヨガに集中します。で、全く同じことを反対側も行っていきましょう。右足を伸ばして、左足を曲げます。伸ばしている足の方向に、側屈。この時上半身が前にかぶさってしまわないように、胸を開くことを意識してみてください。肋骨とね、肋骨の間を一本一本引き離していくイメージです。膝裏にも意識を向けて、足もピーンと伸ばしながら、手もピーンと伸ばして引っ張る。次は曲げている足の方に側屈していきます。息を吸って吐きながら思いっきり側屈。
膝の裏もしっかり伸ばします。背筋、内転筋をしっかり伸ばすことで、まっすぐと整った美脚作りにとても効果的です。で、次は伸ばしてる足の方に前屈していきます。前屈のポーズはどんなポーズでも、背骨、あとハムストリング、太もも裏ですね、を伸ばすのに有効なだけじゃなく、自分の心を内観する、あと心を落ち着かせる効果まであります。背筋を引っ張って、吐くときにもう一つ深く前屈。鼻から深く吸って、口からふーっと吐きながら、ストレス、不安、いらない感情を今すべて手放していきましょう。ではまたここからスワンレイクの手をつけていきます。手の甲と甲を合わせたら前屈、上体を起こして斜め後ろ方向に引っ張る、胸を開いて吐きながら前屈、吸いながら上体を起こして斜め後ろ方向に手を引っ張る、胸を開いて、胸を大きく開きます。背筋も引っ張って、呼吸がだいぶ深まってきたと思います。右足に上体を預けて、ここで少しホールドしていきます。ちょっとね、さすってあげたりして、いつもいろんな場所にお体を運んでくれる足に、ここでありがとうという感謝の気持ちを送ってあげてください。で、上体を起こして、また軽くツイストしていきましょう。鼻から吸って、鼻から深く細く吐きながらツイストしていきます。口からふーっと吐き切って、デトックス。昨日食べたドーナツ、よもぎ団子、プリンなどもここで全部チャラにしていきましょう。このような軽いツイストのポーズを朝起き抜けと夜寝る前にやってあげるだけでも便秘解消、腰痛予防に効果が期待できます。最後はね、できる範囲で開脚して左右に揺れていきましょう。チューリップになったイメージで腕を垂直に上げて頭頂を引っ張りながら左右に揺れていきます。お腹の寝横のはみ肉、浮き輪の脂肪っていうのかな、を潰すようなイメージで行うと、お腹周りのシェイプにも効果が期待できます。次は右手を左足先に引っ張りながら側屈、センターから左手を右足先に引っ張りながら側屈、胸を開いてリセット、左に側屈。この時ね、膝裏もなるべく伸ばして足先もポイントします。もうこのストレッチもあと2分で終わるので、皆様もう少し頑張ってください。右に倒れて、で次はツイストしながら右足に上体を預ける、ツイストしながら左足に上体を預ける、これを繰り返していきます。息を吸って吐きながらツイスト前屈、吸ってセンター、吐きながらツイスト前屈。この動的ストレッチは股関節の柔軟性をアップするだけじゃなく、キュッと引き締まった女性らしいウエストライン作りにも効果的です。最後はね、起きヨガの米ストレッチというストレッチを行っていきます。体の前で米という字を書いていきます。腕を左右に引っ張って斜め左方向、斜め右方向。このストレッチはね、心がざわざわした時も行うと呼吸を深めるのに役立ちます。皆様お疲れ様です。これで本当に最後のストレッチになります。正座になって背骨に波を起こしていきます。もしね、お膝が痛いという人は四つん這いになってキャット&カーを行ってください。どっちもね、背骨の柔軟性アップに効果的です。背骨の柔らかさを保つことは若さを保つキーポイントになります。今日は私とヨガをしてくれて本当にありがとう。自分のためにこうやって毎日5分でも10分でも時間を取ることはとても大事です。皆様よく頑張りました。
今日はありがとう。またね。バイバイ。